GAFA とマイクロソフトの中で時価総額が最も高くなるのはどこだと予想しますか。 Google じゃない。Amazon はなんだかんだ言って、Amazon と全く同じ仕組みを Amazon よりちょっとだけ安いっていうのでやると倒せる可能性があるんですよ。要するにそのアマゾンって今でもあの取引先をちょっとずつ痛めつけてやってるんですけど、取引先が全員もうアマゾンから抜けて Google ショッピングで売るわってなった瞬間に、そのアマゾンって商品がなくなる状態になる可能性があるんですよ。でそれって要はそのアマゾンってだんだんその取引先に対しての条件を悪くしてるので、一定の段階で取引先がブチ切れるっていうのが可能性としてあるんですよ。でただ Google ってその取引先の条件を悪くするってあんまりやってないんですよ。その Google って YouTube とか、まあ、Google の広告とかって見てると思うんですけど、あの実は Google のお客さんってユーザーじゃないんですよ、広告主なんですよ。でじゃあ YouTube で、まあ、僕今配信してますけど、あの配信して広告が出て、その広告費の一部が僕に来るようになってるんですけど、そこがいくらの広告が出たらいくら入るかっていう数式が見えないんですよ。なのであの毎回毎回実はそのユーチューバーの収益は削られてるかもしれないんですよ。でもその削られてることが見えないので、あの自分たちが損してるってことがわからないんですよ。でもアマゾンって取引先ってそのじゃあ楽天に出したらこれ1000円で仕入れてくれるのに、アマゾンだと800円で買い叩かれるよねとかっていうのが、まあ、まんま見えるんですよ。なのでアマゾンはそういうリスクがあるので突然倒れるっていう可能性もなきにしもあらずなんじゃないかな。あと離婚したしみたいな。すいません。